こんばんは、事業投資家の三戸正和です。スマレジ代表の山本博史です。この番組お店ラジオでは、お店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。はい、ということで山本さん、はい、なんと、はいはい、海を飛び越え、ベトナムに来ちゃいました。よいしょ。お店ラジオ初の いよいよ海外ということで、はい、すごいですね。本当で、今日のゲストはベトナムのホーチミンなんですけど、ホーチミンって言ったら経済都市の方ですよね、南側なんですけれども、ね、はい、に来ましたが、山本さん本日のゲスト、はい、どんな方でしょうか。ベトナムで最も人気のあるピザチェーン店の一つ、ピザ4ピースの創業者さんになります。いや、前からすごい気になってて、ま、あのベトナム行ったらあそこ行きなみたいなんてよく言われるじゃないですか、まあ、海外行く時って、うんうん、その時に必ず出てくるのがここのピザ屋さんで、ホーチミンに行ったらピザ4ピース行けよと、行けよというの、しかもこれは創業者は日本人なんですよね。そうそう、なんかそうらしいですよね。日本人のご夫婦で実はされてると。すごいですね。もう日本人がゼロから乗り込んで結構の店舗数というふうにも聞いてますんで、はいはい、まあ、どんな形で初めて、そして展開されていったか。マジで、マジで。おそらく海外で、まあ、店舗経営するって言ったら、いろんなトラブルも含めてあると思いますからね。ちょっとその辺を、いろいろと工夫も含めてお伺いしていきたいと思います。はい。では、この後、ピザレストラン、ピザ4ピースの代表取締役社長兼 CEO、マスコ陽介さんと、副社長のマスコ早苗さん、ご夫婦揃って登場です。さあ、お店ラジオオープンです。ゲストはピザレストランピザ4ピースの代表取締役社長兼 CEO のマスコ陽介さんと副社長のマスコ早苗さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと今日はベトナムにお邪魔させていただきまして、ベトナムのホーチミンですよね、はい、でそこでですね、なんとピザを今何店舗なんですかね。全体で言うと40店舗で、そのうちピザ4ピースのフルサービスのレストランで言うと30店舗になります。30店舗のピザ屋さんを日本人の方が経営されていると聞きまして、はるばる飛行機に乗ってやってまいりました。で、突然ベトナムでピザなので、ちょっとその辺の経緯をちょっと簡単にお話しいただけますでしょうか。はい、そうですね、いつでも突っ込んでくださいね。はい、突っ込み要因でご夫婦で、はい、2011年にピザ4ピースはホーチミンで作ったのがスタートなんですけど、うん、その前に東京の練馬のうちの家の庭にですね、ピザ窯を作ったっていうのが一番のきっかけでした。でそれは別にお店をやるとかじゃなくて、当時元カノです。元カノです。何すか元カノ。元カノが作ったんですか。元カノにピザ窯作ってプレゼントしてって言われて。ピザ窯をプレゼント、どうですか、ピザをプレゼントですか、ピザ窯を、ピザ窯を作ってほしいって言われて、自ら、まあ、友人、中学高校大学一緒の友達と作ったんですけど、彼がもともと CM の制作会社で勤めてて、けどそれがきっかけでエンボカっていうピザ屋さんで働くことになりまして、うん、今代々木と軽井沢と京都にある、マスコさんが作ったピザに刺激を受けて、一緒に作って、はい、人を呼んでピザパーティーしたりとか、子供たちにワークショップとかしてたんですね、うん、そしたらそれがハマってしまって、で自らがそのピザ職人になってしまって、で、まあ、なってしまってって言い方もあれですけど、ね、転校されて、でこう一緒に何だろうやりたいねみたいな話はしてたんですけど、はい、まあ、僕はサイバーエージェントに勤めてて、はい、まあ、なかなかできなくって、でちょうどサイバーエージェントがベトナムにオフィスを作るからってことで、手を挙げてベトナムに来たっていう経緯がありました。あ、じゃあ元々は、はい、サイバーエージェントの、まあ、ネットの IT 企業の社員さんとしてベトナムに来られた。そうですね、サイバーエージェントベンチャーズっていう投資部門が当時あって、それの設立に来て、はい、でベトナムに見せられて、まあ、この国の状況だったりとか、うん、いろいろ見ていたら自分でやりたいなって思って、はい、でもその時は私全然なんかピザ屋やるみたいなのは知らなかったです、うん、その時早苗さんは一緒にサバエージェントで働いてて、はいはい、なんか同じグループの、まあ、先輩後輩みたいな感じで一緒に働いて、その頃だから付き合い始めてたんですかね、はい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 、でじゃあどこからピザをベトナムでやろうってなってきたんですか。
ちょっと最近これ言えるようになったんですけど、うん、なんか大学生の時に親友を、自殺で亡くしてしまったっていう経験があって、はい、でそれから僕自身もすごくうつ病っぽくなってたんですよね、でピザ窯を、作ってる時も結構うつっぽい感じではあったんですけど、庭で作られてる時も、はいはい、なんかこう、はい、そのピザ窯みたいなことがすごくきっかけになって、なんか単純に目の前の人に喜んでもらうみたいなところに、うん、自分が多分初めてこう本当の意味でこうなんか熱中してこう人を喜ばせる経験があって、うん、でそこから結構やっぱりこう変わったみたいなのもあったんで、うん、なんかそういう小さなきっかけを作りたいみたいなところありました。あ、なるほど。自分が大きく変われたなんか熱中できたピザをベトナムでもやってみようと。そうですね、はい、でじゃあそれはピザをもうやるって決めて、はい、もうすぐ辞めてお店オープンされてみたいな、順調に行かれた感じなんですか？そうですね、まずでも 1年ぐらい、本当に考えて、そもそも本当にピザでいいのかっていうことと、うん、あと本当にベトナムでいいのかっていうことを考えたので、家族でそれこそシンガポールとかカンボジアからインドからヨーロッパまで全部回って、そこでいろいろ見たのにベトナムになったところをちょっとお伺いしたいんですけど、はい、なんか当時でいうとシンガポールが多分バブルになってたっていうか、うん、グッとグロースしてた頃だと思うんですけど。あ、そうですね、まず手持ちのお金が1000万円しかなかったんですね。あ、でもランニング考えると500万円しか使えなかったんで、その500万円でお店ができるところの国って結構限られてしまったりとか、はいはいはい、シンガポールだともう少しやっぱりシンガポールちょっと落ちますね。そこでね、厳しい状態で、当時そのやろうとしてたのが割とオーセンティックなナポリの生地を使ってやろうと思ってたん で そこが受ける土壌があるね。ここってフランスの文化だったりとかするんで、パン文化がやっぱりベトナムはですね、あ、もっとフランス領なので、はいはい、朝からバインミーっていうパン食べたりとかするみたいなのもあって、ピザハットとは結構ね勢いで伸びてて、ベトナムで、はい、そうすると次にこうもう少しこうファーストフードじゃないピザが次に来るんじゃないかみたいなところもあって、じゃあもう一つ高級路線っていうか、ちょっといいもの系っていう感じで、でそういうレストランを見渡したところなかったっていうのがあって、あ、じゃあここは非常にいい場所だしっていうのがあったっていうのは。どうやってオープンしていかれたんですか？まずなんか強みを整理しようとした時に、食べ物でいうと生地と焼き方含めた生地と、まあ、ソースとチーズだと思うんですけど、で、まあ、生地は自信があったんですよ。その彼がエンボカにから来るって言って、そのあ、さっき言ったそのピザ屋に、転校した彼が一緒に始めてるんですよ。あ、来てくれて、じゃあお手伝いしてくれてるんですね、はい、でそうするとチーズがやっぱり、うん、肝になるなと。で日本のピザ屋さんの食材原価率の 50% ぐらいがチーズだったりとかするんですよね、ピザの。へー、そんな高いんですね。これをなんとかするのが重要だなって、それを見た時にも思ったのと、ベトナムを見た時のフレッシュチーズを探した時に、当時もう2週間に1回ぐらいしかイタリアから運ばれなかったんですよ、フレッシュのチーズが。でこれはフレッシュじゃないしコストもいかんなと、はい、だったら自分で作るのが一番手っ取り早いだろうっていうことで、モッツァレラって水牛からできるのが一番オリジンではあるので、水牛も いるっていう話を聞いてたんで、うん、なのでまず牛を探すところからピザ屋するのに牛探すところから始まったんですか？すごいな、はい。でそれこそ本当このベトナムだけじゃなくて、タイの牧場を訪問したりとか、ベトナムの中部 の水牛牧場を訪問したりとかっていうことをして買って、はい、で結局YouTube で YouTube でチーズの作り方 作り方を、はい、イタリア人がこうやってるのを見て、でじゃあ、生地ソースチーズでいうとチーズがコンプリートしたと、はい、でソースはそんなに、まあ、ソースと材料は彼女がと、うん、あと今のピザ職人が結構強いところなので、うん、まあ、ディベロップしてて、まあ、でもあれですね、結構アンケートしましたね。カフェで隣に座ったなんかターゲットっぽい感じの人とかと仲良くなって、うん、テイスティングみたいなののセッションとかしましたね。結構それでどんどん AB テストしてって、はい、決めてきました。 AB テストしていたんですかどっちが美味しい、どっちが美味しいかみたいな、うん、なんか我々の特徴はそのシェフとかがいないので、うん、だから本当に今もそうなんですけど、いろんな方のコンサルティングを呼んだりとか、もともと本当はオープンレシピというか、うん、なんかウィキペディア的なピザレストランを作ろうってことで、プラットフォームオブパーソナルピザフォーピース、フォーピースっていう風に、名付けたんですね。なんかこうみんながじゃあミトさんのピザがクリエーションが
メニューに入って、でそれでこう売れたらそれがアフィリエイト的に還元されて、でそのメニューが残ると、そうすると結局いいものしか残らないから、こうみんなのレストランみたいな感じ の、 あのコンセプトをやりたかったんですよね。で最初はやってたんですけど、ちょっとオペレーションがどれぐらい計算してどれぐらい払ってみたいなののオペレーションが、そもそも、うん、あの日々の営業の方でいっぱいいっぱいなのにそこまで回らなくなったんで、発想面白いですね。ウィキペディア的な感じで自分のメニューのピザが売れていったらチャリンチャリン来るって、なんかみんな書きがいがあるし作りがありますもんね。そうですね、インターネット的な発想でなんか一人が決めるのはもう、民主主義じゃないですけどで決めてた方が、いいものがよりいいものができるんじゃないかみたいな、よりピースなものに行くんじゃないかみたいな、うん、お送りしているのは益子陽介さんセレクトの1曲。さてなんでこの曲を選ばれたんでしょうか。コロナ禍であの苦しんでいた時にあの聴いていた曲で、あの早く復活しないかなと、待ち望んでいた時の曲です。あの我々従業員もみんな離れていて、お客さんも離れ離れになって、でこの曲がですね、遠隔でリモートので皆さんが歌ってられる、それぞれのパートを遠隔で歌ってるところがあってですね、あなんか見たことある。なるほど、素敵な曲をありがとうございます。お送りしたのはジャック・ジョンソン Better Together でした。ベトナムだし日本人だし、なんか土地勘がそんな細かくわからないじゃないですか。どうやってこう物件を見つけたりとか、ここにしようっていうのを1店舗に目にしたりとかっていうのをされたんですか。そうですね、本当何百件も見て、結局はあの路地裏のドン付きに決めたんですね。全く人がいないようなところに決めたんですけど、まあ、そもそもやっぱりあのデスティネーションになってくれるぐらいのお店を作らないと多分成功は難しいんじゃないかっていうことがあったので、だったらもう最初からそういうところで、まあ家賃も安くて失敗もしやすいかなみたいなところ、ただアクセスはそのいわゆる中心のエリアには行きやすいけど、そこの場所には行くには分かりにくいみたいな場所を選んだっていう経緯が。へえ、初めての新参者のレストランでどうやってお客さんをこう呼んでいったんですか。最初ほぼ 100% ネットでですね、あのツイッターと当時はもうブログだったんですよね。はいはいはい、2011年当時はベトナムオープンするまでのなんかそういった経緯みたいな、そういうあの物件探したり、それこそ牛探してたりとか牧場行ったりとかそういうのをあの彼の個人のブログでなんかできるまでみたいな感じで、まあ、記録も含めてやってたんですよね。日本人ブログのなんかアメブロのなんかのランキングで割と上位に1位に取ってたんだよね。そうですね、なんかそれが面白がられて、経験者ゼロの人がこうベトナムでいきなりピザ屋を始めるっていう感じの。なるほど、なんかできる前からあれいつできるのみたいな感じに言っていただけたことは、ちょっとピザっぽくなってたんですね、はい、あの計らずしてた ね、 でもね、そうですね、それはたまたまで、そしたらちょうど本当にそのオープンしたらそのランキング上位の人たちがみんな来てくれて、ランキングベトナムブログランキングの順位1 7個ぐらいが全部ブログラーたちブログラーたちが書いてくれたって。じゃあベトナムの日本人アルファブロガーが来てくれたからその人たちも多分書いてくれるから、よりガッて拡散されたんだろうか。そうそうそう、一気に拡散されて、あの最初の本当に1週間ですごい、最初は日本人がほとんど、はい、もうほぼ 100% ローカルの人が入ってこなくなったりみたいなことも想像されるんですけど、それはどんな感じで、まあ、今私が店舗行ったら結構ローカルの方がもうほとんどだったと思うんで、うん、なんかどういうふうにしてチェンジされていったのかちょっとお伺いしたいんですけど、ね、はい、ね、最初の1年で 50% ぐらいで日本人とあと外国人っていうになったんですよ。でも西洋人が多かったんですけど、そこから1年ぐらいでベトナム人が7割とかに変わっていったんですね。まあ、店主というかが どこを向くかによってやっぱりお店のディテールにこうどんどん細部に雇ってくるんで、それこそもう最初からベトナム人に来ていただきたいっていうふうに思ってたんで、やっぱりそうすると言語の表記の仕方だったりとか、ソーシャルメディアの言語をどっちに置くかとか、なんか一つ一つがやっぱ出てくるんで、そうするとベトナム人が来られた時にもベトナム人の方から違和感ないようにどんどんテーブルセッティングとかもしてったりとかしていくんで、なんかやっぱそれって結構やっぱ伝わっていくのかなと思っていて、だから来てくれた方、来てくれたベトナム人とか外国人の方が次に来てくれることが一番重要だとは思っていたので。どんな感じでこう違うんですか、日本人向けのセッティングとあのローカルベトナムの人向けのセッティングとかって。例えばすごく分かりやすいのが、こっちの方ってピザは何でもケチャップとチリソースとかをかけるんですよね。ああ、なるほど。
デフォルトで戸棚のところにちゃんと置いといてすぐ出せるようにするとか、まあ、それは一つだったりとか。そうすると徐々にもベトナムの仕方が来るっていうことですか。そうですね、まあ、あとは価格は結構やっぱ重要かなと思って、はいはい、ベトナム人がどういうふうに価格を捉えるかっていうのはすごく意識していて、食べログみたいなものにレシートも全部載せて、でこの金額だったっていうのはこう載せるぐらい、価格に関してすごくやっぱりシビアだし、それをちゃんと話すことが全然 OK というか、日本ってこうちょっとやっぱお金のことをオープンするのがそんなにこうなんか恥ずかしい目があるみたいなところがあるかもしれないんですけど、そこら辺はベトナム人はオープンなので。当時はあれですよね、じゃあピザハットぐらいしかなかったぐらいのベトナムのピザ業界ですよね。そうすると値段設定はどういう感じで決めていかれたんですか、そんなシビアな人たち向けに。あ、そうですね、なのでピザハットを結構ベンチマークして、うん、ピザハットにプラス、まあ、20% とか 30% ぐらいのプレミアムを乗せるぐらいの価格で当時は設計した、うん、それでもベトナムの方価格がシビアだったら、はい、いやこんなのピザハットで食べたら分かんないですけど、まあ、1000円で食べれるやつがなんだ1200円にもなってんのかとはならなかったんですか。そこの差分はどうやってこう表現したりお伝えされていったんですか。そうですね、そこはやっぱり、まあ、味だったりとか雰囲気とに対してお金を払ってもらえるぐらいの店作りだったりとかサービスだったりとかは意識したので、そこの分は十分に納得していただけたのかなとは思ってはいます。そうですね、結構でもディテール本当にこだわれるだけこだわろうっていう意識はやっぱりあって、例えばチーズ一つ取っても乳質を改善するためにまずホチミンで作ってたチーズをダラットっていう高原地帯に場所を移して、高原地帯の方が当然質のいいミルクが出やすくなるので、涼しい方が脂肪分だったりとか高いの でそれでも次のレベルに行けないって思った時は、タイとかオーストラリアからですね牛を輸入して自分たちで牧場をやってみて、こうどういうミルクがどういうチーズにこうすごいな、でその牛はどういう餌をあげたらいいかみたいなところを一緒にこう取り組んだりとか。全然別物のピザというかデリバリーとかに向いてるピザハットさんとかドミノさんとかだと生地がそもそもなんかこう違う方向性で作ってるんですけど、うん、ナポリスタイルっぽいそのフレッシュドーですぐその場で手で伸ばして、うん、もう1分半の高温の釜で焼いて出てくるみたいな、そういう焼きたてのピザみたいなのはやっぱそもそもなかったのかなっていうのがあるので、うん、そこのところでなんかこう別物のピザ来たみたいな、なんか 3,40 年前の日本って感じですよね。そうそう、本当にそうなんだと思う。なんかデリバリーってピザってものが上陸はしてたけど、1回か2回食べたことあったけど、それが本格的なやつに変わった瞬間、はい、ジョージはもう圧倒的に違いますと。雰囲気とかサービスっていうところはどんな工夫があったんですか。サービスも結構ね、今でこそなかなか差別化が難しくなってきてはいますけど、本当に当時はカメラ設置して上の階で全部モニタリングして、え、A1 テーブル手挙げてる行ってみたいな、あ、違う違う、お皿ずっと出てきてないけどそこフードみたいな、 こっちで POS を見ながら、この、POS のオーダー時間と出てない、あれこれもう15分経ってるけどなんで出てないのみたいな、そういうのをやったことがあって、お店を拡張してたんですごい見づらかったんです。オペレーション的にいろんな店舗エリアが見えなくて大変だったんで、こっちでカメラでここのテーブルあそこのテーブルみたいなのやりました。すごいでもエフェクティブだったから、多店舗展開でも、ね、なかなかそうすると難しくなっちゃって、それこそ画像解析の会社に持ってって手を挙げた時にちゃんと反応するようなアラートがかかるのができないかとかいろいろ相談したんですけどすごいな。それでも現地の方からすると、普通の他のレストランに働いてるとそこまで要求されないじゃないですか。ここに来たらここまで要求されてうるさいなとっていう風な感じですぐ辞めちゃうとか、なんか揉めるとか、そんなのなかったんですか。いや、いっぱいありましたねめちゃくちゃあったし、結構最初はだから何でしょうね。本当になんかこうみんながおしゃべりするとかってよくあるじゃない、こう3、2、3に集まってお客様いるのでおしゃべりしてるみたいな、どんどんおつぼねみたいにこう近くに沿っていく、なんかこうはいチレみたいなそういうリアクションだったりとか、ちょっと壁に寄りかかったりとかするんですよね。こうお客様待ってる時こう後ろから手入れてこうスッとこうさ寄りかかってんじゃないよみたいな感じでこうしたりとかして、本当に厳しかったんで。それ嫌がられないんですか。いや結構やめていくは多かったです ね。なんで毎月本当に半分以上やめたりとか、そういうのが最初はすごくあったんですけど、
今でもねオープンの時からあの始めてくれた子で残ってる人とか、それこそそういう子が店長になってたりとか、なんかお客様から喜ばれてたりとか、すごいチップもらってたりとかしてたりしてるのを見てたんで、なんかそういう子たちの成長を見てると、なんか間違ってないなみたいな気持ちにはなれたのはあったかもしれないです。じゃあ方向は正しいなっていうことが信用で、うん、あの信頼できたっていうか、うん、信じれたっていう感じってことですか。はい、そうで本当に必死でしたね。僕らそのなんだろう、1階2階がレストランで、3階チーズ職人、4階ピザ職人、うん、で上に僕ら家族は住んでたんですけど、仕事は家の下が家だったんです。仕事終わってね、螺旋階段が登れなくて階段でそのまま出ちゃったりとかしてえ、そんなにタコに働いてたんですか。そうでしたね、本当に。はい、ありがとうございます。もういろいろとお話をお伺いさせていただきまして、1週目はちょっとこの辺りで、盛りだくさんでしたのでひとまず終わりたいと思います。ゲストはピザレストランピザ4ピースの代表取締役社長兼 CEO の益子陽介さんと、副社長益子早苗さんでした。国際には来週もお付き合いいただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。事業投資家の三戸正和とスマルジ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオ、そろそろ閉店のお時間です。いやベトナムでもなるんすね。なんねやな、すごいっすね。この番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きます。それでは聞いてみましょう。もしもし、2023年2月にグランドオープンした元祖串しゃぶ松茸心斎橋店です。次世代の新スタイルで今人気の串しゃぶ専門店やで、年齢性別問わずヘルシーなお肉お魚お野菜もいろいろ少しずつ食べたい方にもおすすめ。串しゃぶはシンプルだからこそ食材の質が何よりも大切なので、より良いものを厳選してご提供しています。水戸ちゃん、山本ちゃん、ぜひ当店名物の串しゃぶ食べに来てや。いやー、来ましたね、はい、やっぱり関西の方の慣れ慣れしい感いいですね。入ってきますね。串しゃぶってこれ食べたことあるかな。ある？いや、私はないですね、初めて聞いたな。しゃぶしゃぶ鍋のところに串をこうシャッとシャッシャッしゃぶしゃぶする感じのイメージで合ってますかね、これ。合ってますかね、これって、ね、これ行ってみないとわからない。ぜひちょっと新斎橋、いえ、あの、はい、オフィス近いでしょうから、はい、ぜひちょっと山本さんも行っていただいてね。はい、今日のお留守番電話のメッセージは、スマルジを使っているお店、元祖串しゃぶ松茸心斎橋店さんからでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで山本さん、今日の1週目、うん、マスコ夫婦のお話いかがでしたでしょうか。はいはい、なんか開業するときに、うん、ブログでね、当時ブログで、はいはい、開店前にこんなことやってますみたいなことをオープンにして情報出してたのが、なんかいつの間にかファンを呼び、いきなりスタートダッシュを決めれたみたいなところが話があって、それめちゃくちゃうまいことやってんなみたいな、うん、お客さん巻き込みながらやっていくと、 そのお客さんがまあ、基本的なこのコアなお客さんになるってことですよね、うん、なんか面白かったんでしょうね。なんか記事、コンテンツ的にもなんか面白かったし、その店主の情熱みたいなものが多分すごい溢れてたんだろうなと思って、うん、結構キッチンスタジオで料理教室をしながら、そのコンセプトでお店をオープンするみたいなのありますからね、うんうん、あ、それをなんか地で行かれてたって、ね、いやすごいな、はい、大成功ですよね、はい、来週もピザ4ピースの創業者益子陽介さんと早苗さんのお二人にお話をお伺いします。そしてお店ラジオでは、番組の感想や我々二人に対する疑問質問など、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先はメールアドレス、お店 @interfm.jp、 お店 @interfm.jp までお送りください。スマレジの公式ツイッターでもメッセージを受け付け中です。ダイレクトメッセージではなく、ハッシュタグお店ラジオとつけてつぶやいてください。私の方から必ずお返事いたします。また放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろん、オーディや YouTube でも配信中です。詳しくは放送後期をご覧ください。他にも音声メディアボイシーでは、放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信しておりますので、そちらもぜひ聞いてください。それではお店じまいにしましょう。ここまでのお相手は三戸正和と山本博史でした。お店ラジオ、また来週ご来店をお待ちしています。